ったく、向いてないのに徹夜を連チャンして試験勉強なんてするもんじゃないな。おかげで授業中に居眠りはするわ、お気に入りのペンケースを忘れてくるわ。お願い、あのペンケース限定品でもう手に入らないの。徹夜で試験勉強頑張った私を神様はちゃんと見ていてくれと。カギロイ第一夜、少女との蜜月、その終わり。母が飲酒運転の車にひかれて死んだ日もこんな荒れた天気だった。父との離婚後、女手一つで育ててくれた母、両親に引き連れられて謝罪に来た男は無免許だった。ふてくされた加害者のその態度に、俺はそばにあった金属バットで思い切り。社会的にはもう罪は償ったはずだ。なのに俺はまだ罰を。楓が死んだ。なぜだろう。涙は出ない。身近なところで人が死ぬのはもう慣れっこになってしまったからなのか。自分の気持ちがわからない。俺は楓のことが好きだったんじゃなかったのか。僕を選んでください。アジサイじゃなくて僕を。選ぶってお前何を。アジサイって俺のクラスの水無月のことを言ってるのか。二人で、先輩と二人で歩いていきたい。僕のすべてを先輩に、身も心もすべて先輩に差し上げます。僕のすべてを、髪の毛から血の一滴まで、心もすべてあげます。もう一生、先輩のことしか考えません。全身全霊をかけて先輩を愛します。先輩が死ねと言うならその通りにしますから。だから、僕を先輩のものにしてください。とりあえず誘ってんなら、ここでしちゃう？おいおい、こんなところで本気にするなよ。いいんです。来て、私に興味があるんでしょ。別に俺は水月さんに興味があって来たわけじゃ。アジサイでいいわ。どうしてここに来たの。私が売りをやってるって聞いたから。抱きたいの。何言ってるんだ。ここに呼びつけたのはみなアジサイだろ。それにアジサイが売りをやってる噂なんて聞いたことないし、やったとしても俺には関係のないことだ。わけのわかんないこと言ってんじゃねえよ。だいたいアジサイが転校してきてからもう1年以上が経ってるだろう。なぜみんなと同じ制服を着ない。すかしてんじゃねえぞ。そんなことよりアジサイ、教室にあった机と椅子はどこにやったんだ。何を企んでる。言え、話せよ。早く。何の目的だ。何をしようとしてるんだ。それに
なことよりも、そんなことよりも、実際は霧島楓が誰に殺されたのか知ってるんだろ。なんでないって、それより殺された、楓が、あの子自殺だったんじゃないの。そうだ、自殺なんかじゃない。あの日自分を選んでほしいと迫ってきた時、霧島楓は殺されたんだ。楓が、そんな、まさか。アジサイが転校してきて以来1年以上同じクラスだったが、俺とも俺以外のクラスの誰かと話していたことも、挨拶しているとこすら見たことがなかった。そんなアジサイがこんなタイミングで俺に話があるっておかしいだろ。楓はアジサイのことを知っていた。アジサイは楓の何を知っている。違う、私があなたをここに誘ったのは、だから今日あなたに声をかけたのもそれが目的よ。だってあなた、私が先輩たちとやってるところ覗いてたでしょ。遅くなっちまった。ん？あれは水月さん？ん？やばいだろ！バレてたのか。机や椅子を外に出したのはエッチの邪魔になるから。愛しの恋人が自殺して気が動転してるのはわかるけど、誰も彼も疑い出したら生きていけないわよ。